はい、こんちくわ。やります、やります。これ作り、焼きますわ。ちょっと焼くとこね、ちょっと、取られへんと思いますね。はい、すんません。はい、できました。アルシュマシーン。ちょっとね、なんか部品足らへんのかな、なんか日弱いっていうか、日弱い割にはいっぱい出るみたいな、ちょっと今一応わからん、はい、これ去年一昨年かも駒川のね屋台村ちゃうわ、ピーナッツハウスね、立ち飲みやった時に使っとったやつなんですけど、なんか部品が足らへんのかな、なんかこうシュッシュッシュッて出えへん。よし、こんなん出ました。大冒険始末シリーズ大冒険。これね、下手したら一昨年ぐらいからあるんちゃう、ほんまこれ切れとんちゃう、ギリギリや、ギリギリいうか切れとるや。2024年2月3日、節分までやった。節分まで。よう気ぃついたわ。よう食べようっていう気になったわ、今日。これをね、前からね、これなんかのあれでね、なんかのあれで買ったんです。衝動買いしたんですよ、これ。クローズ。これ、かけて食べよう思ったんやろね。うわあ、これそれあかんな。ここにかけたらあれか。いっぺん行ってみようか。これはちょっときついかな。いただきます。こないす、どない使い切るかっちゅう話も。うわあ、あかんわ、これ。これはあかん。これはあかんわ。炒め物やスープにかけて食べると美味しいって。これはあかんわ。これは無理や。この間どないしよう、この一本も。なんかブリも色白ちゃいます。酢は体にええいうことで、うん、なんとも言えんねこれ。うん、純玄米黒酢いうのが味噌やね。普通の酢の味と全然ちゃう。うん、
よし。フラストレーションたまる。この前YouTube かな TikTok かどっちか忘れですけど、パチンコね、私パチンコ大好きでして、大好きほど言うほどでもないんやけど、ボートの方が好きやねんけどね、ボートしてる頃なんでパチンコなんか見向きもしてなかったけど、高校の頃っていうかな、だからボート覚えるまでと、ボートをやめてからかいかんようになってからかな、パチンコするようになった。うん。言うたかな、なんか喋ったような気してきた。なんかね、もう記憶がね、もうちょっと前いうか1、2年前までやったらね、記憶はほんまにはっきりして、私記憶力がほんまいいんですよ、めちゃくちゃ記憶力、なんかの綺麗に忘れる、やばい、これ喋っとるわ多分。思い出した。これは喋ってない。今度は競艇の話、ボートの話。見て、こいつを聞いてる。はい、ごちそうさまでした。黒酢にはびっくりしました。何とも言えなかったです。初めてぐらいの衝撃でした。初めてではないんやけどね。これ見ます？見ーひんね、見ます？見ーひんね、これね、うまいこといけへんねん、これ音だけこれほんまに、あのさっきのボートの話ね、あのボート知ってる人やったらわかると思うんですけど、ボート知らん人やったらもう何のこっちゃないことなんですけど、ボートこうスタートでバーって行ってね、よう言いません、アジャストしたとか言いますやん、アジャストね、アジャスト、私ね、アジャスト言うたらね、ホールいうことやと思ってますね、こう多分エンジンこう
レバーをこう引くんやと思うんですね。こうするんか、レバーを。どっちかわかんない。まあ、レバーを押すんか引くんか、どっちかでエンジンがバーっていくわけですやん。で、アジャスというのはね、ホール。ホール。だから、バーっていってんのを、パッとホールのアジャスト。これが、ボーというのはこのスタート、このフライングとかってね、スタートきっちり決めるとあかんですね。だから、ああ、これやばいなー、スタートやばいんちゃうかーなったら、こう、アジャストするんですよ。それ、ホールっていう意味やと、ばっかりずっと思っとったんですよ。アジャストイコールね。ああ、アジャスト、掘ったんやー、みたいな。ホールね、放つ。ホール。掘る。ホール。ほんならね、なんかでね、なんかの難しい番組でね、アジャスト言う人おってね、アジャスト言って、協定の番組ちゃいますね。なんか普通の難しい番組でアジャスト言って、アジャスト？アジャスト言ったらね、調整するいう意味みたいですわ。調整。だから、ホールじゃなくて調整。だから、アジャスト、ああ、行き過ぎてる言ったら、ポン、ホールじゃなくて、こう、揉む言うんですかね。こう、微調整言いますの。ここに書いたらね、どういう意味だったかな。アジャスト。アジャスト。目的や状況に合わせて、少し変える。調整。適合する。整える。加減する。だ加減するですやん。もうちょい出すんか、引くんか、出すんか、引くんか、こう、放るんじゃなくて、こういうことらしいですわ。あ、すみません、なんかこんな話で。もう一個ありますね。あのね、これわかります？これね、もう買ってもう多分30年以上すると思うんですよ。これね、水入ってるんですよ。これもメガネかけてある人やったらわかると思うんですけど、メガネ屋とかでようありません、あのメガネ洗浄しましょうかみたいな、なんかここにカバッとつけてくれてね、こう、電波超音波ビーってね、メガネ洗ってくれるんですよ。俺、あれ欲しいなぁ思っとってね、2、30年前にこれ買うたんですよ。これ、家庭用の。ほんならね、最近ですね、最近のニュースでね、この、ブーって振動するんですよ、その超音波みたいにね、ブーって。それがね、なんちてんかな、超音波やのうてね、なんちてんの、ただなんか、震わしてるだけみたいな、なんかそう中国でね、そういうイカ様の、だから、超音波でこう、なんか、このメガネについてるこの、なんちゅうの、ちっさいゴミとかがこう、綺麗になるっちゅう、体なんですけど、振動させてるだけやから、綺麗なれへん。それをずっと打っとったよってね、ええー、思って。で、こんなんも長いこと使ってなかったんですけど、いっぺん試しにしたんですけど、これは多分ちゃんと超音波やと思いますわ。いや、知らんけど。自己満やけど。自己満やけど。それだけの話。どんだけの話やねん。いや、そんだけの話やねん。あかん。もう、あかん。黒酢の純玄米でもあかん。もうリズム崩した。はい、すんません。じゃあ、おいとましますわ。すんません、いつも大喜利。いつもすんません。大喜利はばかりさん。失礼、こきます。いいならチャンネル登録してね。チャンネル登録お願いします。